アローラ地方って他の地方に比べて異質感あるよな。サンムーンにプレイで動画でストーリー読んだだけだけど、アローラ地方の不気味感って他の地方と比べて高くない？発展途上な地方な分見えない謎とか闇が深そうだし、ウルトラホール関係のまだ出てきてない情報とかもありそう。あと Z 技の由来とかウルトラホールの未来のアローラ地方らしき場所に関しても続編かリメイクではっきりしてほしいと願う。いろいろな歪みがある地方なのは意図して書かれてたと思う。だからククイ博士がポケモンリーグ設立頑張ってたんだろうな。Z 技の由来ははっきりしとらんか。性的なトレーナーとポケモンが多くて困るわ。アローラ地方は正義開放的風浪被害。事務戦じゃなくて試練なのが当時あんまりピンときてなかったんだけど、レジアルやってキャプテンとかキングクイーンの文化がなんとなく腑に落ちた。核の伝承を守ってたりウルトラホールみたいな異世界と繋がってるのが触れちゃいけない非科学的なもの見てるようで怖いけど、人間味豊かでシリーズの中では大好きな地方だよ。ポケモン、というかゲーフリって割と裏テーマで重たいのぶち込んでくるの定番みたいなものだし。SV も DLC の北上とか見た後本編再プレイして分かったけど、あれ実力の差だけじゃなくて、経済格差も裏テーマになってるでしょ。大人になってからアカデミー通ってる小さい頃通えなかったおっちゃんやおじいちゃんがいるし、スマホのトムが高級品ってなってるのにアカデミーは持ってること前提だし。DLC 後編に経済格差の話なんてあったか。田舎で門付きの家に住んでるジェイスグだって裕福な方だよ。スグリがスマホ持ってないのは経済的な理由じゃないと思うぞ。ビリオとネアの話。スカバイの経済格差で言うと主人公ネモスグリあたりのポケモンたくさん育てられるキャラは経済的に裕福で、そこからして家ガチャ親ガチャの才能の部類なんじゃないかみたいな話はたまに聞くな。金がなくてポケモン捕まえられないキャラとかいたっけ。それだとスグリと同じ条件かつスマホのトムの生むの差もあるゼイルがスグリかなのおかしくないか。そのメンツの育成力は単にトレーナーとしての才能の描写だと思う。ポータウンは BGM が怖すぎて音切ってゲームしたわ。島巡り脱落すると周りからの扱いがひどくなるらしいのとかな。スカルダンは島巡り失敗した後グレてる奴らの集まりだけど、島巡り失敗が直接落語者の楽園になってるような描写あったっけ。エアクってなんで堂々と嘘つけるの。プレイしたらもっとわかるんだけど手段がな。ぶっちゃけ動画だと過剰書きマジックできるし、どのシリーズでも要素抜き出せば不気味な地方って印象付けられそう。ゲームの世界観、空気感ってストーリー本筋の部分だけでできてるものじゃないからな。闇深要素を過剰書きすると目立つだけで、実際プレイするとそれ以外の本はか南国ムードが大部分だし、異質さが個性の UB 関連を除けば特別不気味って印象にはならないと思う。でもいろいろ課題が多かったり、不気味っつうか未知、神秘がまだ強い地方なことはプレイしてても感じたけどな。核のたたりみたいな形で消えた村とかポータウン、島巡りに関わる雰囲気とか。そしてだからこそククイ博士をはじめアローラに新しい風を入れようと尽力してた人たちがいる。アローラは人とポケモンが自然の中で密接に関わり合って暮らす文化が残ってる雰囲気があって好き。デジアルにあるような土着信仰味を感じる。ザ南国大方ハワイでほんわかしてるし。もちろん闇深部分もあるんだけど、蒸気の印象が先に来るな。Z 技の由来ってネクロスマの体の破片だろ。主人公補正がなければぶっちぎりで住みたくない地方だと思う。観光するにはいいけど住みたくはないってのリアルの観光地っぽいよね。裏裏の前島キングとかスーパーメガヤスの何がブルルの尺に触ったのかとかの謎がすごい気になってるんだけど、一向に明かされる気配がない。メガヤス旧店舗はパッと見ただけでわかるレベルで高潮に弱すぎる立地だから、核うんぬんは建前で実際は災害で破壊されただけな気がする。よくよく考えてみると、あそこってある意味レジェンズの文化を現代まで守ってた地方だったのか。SM は裕福で留学も普通にできるエリマとバイトして留学資金稼がなきゃいけない。カキ金トロフィー持ってるエリマと銀イカしかないグズマみたいなのあったな。カキはバイトクビになっちゃってるから本当にかわいそうなんだよな。重圧にやられて家族を置いて出て行ったきりのハウの父ちゃんとか、他の地方の方が輝けそうだけど出ていけないグズマとかを見るに、移住するには酔いが生まれ育つといろいろ面倒いところなのかもしれん。フードさえ合えば骨を埋めても良いところなんだろうけども、なぜか勘違いされがちだけど、島巡りは脱落しても特に世間の目が変わったりはしないんだ。サブイベントで脱落したことを普通に話してくるモブが複数いるし、彼らもしっかり社会生活を送れてるんだ。11歳ではなさそうなハプーが普通に島巡ってるあたり、時間制限があるかも定かではないんだ。正直アローラの怖い要素はウルトラホールと UB が大半なんだ。なんなんあの穴浴びたら記憶失って UB 呼び寄せるエネルギーが充満してるの怖すぎるだろ。グズマがああなったのは周りの期待やプレッシャーに自爆的な性格が耐えられなかったとかだっけ。人間関係抜きにしても伝説のポケモン核と密接に関わった文化生活スタイルでブルルに潰されたメガヤス跡地がプレイヤーが探索できる場所として残されてるのとかは意図を感じるよな。そしてそんな核たちを捕まえてしまう主人公。USUM はサブイベントがめちゃくちゃ多いから動画だけではアローラのことはわからんよ。ウルトラビルディングがめちゃくちゃ怖かった。サンムーンで謎だった部分は概ねウルトラサンムーンで明らかになってるぞ。それはそれとして土地と作風に不思議な感覚があるのは確かだが。腹神で良い稲妻感ある。独特の気風あるからアローラ地方好きな人は人を死にしがちな人多いイメージ。複数老星だとランクインしないけど一老星だとランクインする、みたいな。ゲームもアニメも XY から SM で大きく作風が違ってくるんだよな。アローラとかいう風浪被害受けまくってる地方。島巡り失敗落語者とか言ってるエアプが未だにいて引くわ。大体ポケスペの描写が一人歩きしてるせいなんだろうな。亡くなった人のボールを手エーテル財団の職員から渡されて遺族に届けるお使いイベントと、お墓の前で奥さんとポケモンお墓に眠る人の生前の手持ちがお参りするイベントが懐かしい。今でもアローラの地理は90思い出せる。動画じゃなくてプレイした方が味方変わるし、した方がいいよ、まとない件いくつか消されててくさ。消されたのとまた同じような言うけど、 3DS 作品だし環境整えるの難しいけど、アローラの話したいならプレイするのをおすすめする。面白いしさ。
メガヤス跡地は主ポケモンがいる場所ウルトラホールが開きやすい場所だからブルルが人々を UB から守るために店を壊したんじゃないかって説もあったな。メガヤス跡地は氷をやるには立地がクソすぎてな。カプの村は人口少なすぎて集客には限界があるし、マリエシティからの唯一のアクセスルートである12番道路は車両通行不可だし、15番水道に架橋でもしない限りポータウンからの集客も望めない。なのにメガヤス旧店舗に駐車場の形跡があるのが割とホラーなんだよ。そりゃ潰れるわ。多分 UB とかネクロズマとかが異質感強めてる気がするんだよな。1ポータウンの分譲開始、2スーパーメガヤスがカプの村に出店する、3浦浦の花園に道路を敷設する計画が、生態系破壊を懸念した地元住民やエーテル財団の反対に遭う、4地元住民の理解が得られず、ポータウンからマリエシティまで車道を整備する計画が事実上不可能になってしまう、5アクセスルートを確保できなかったデベロッパーはポータウンの開発を放棄する、6ただでさえ赤字経営だったメガヤス畑並みで店舗が破壊されたことがとどめとなり閉店、7買い物の手段がなくなり生活が困難になったポータウンの住民が街を出て行き、ゴーストタウンとなる、8地元住民は、一連の開発失敗は各神の聖域を犯したことによる因果応報であると考えるようになる、9長期理由により人が寄りつかなくなり廃墟化したポータウンにスカルダンがいつくようになる、ざっくり妄想してみるとこんな感じかな。ポケスペでも島巡り失敗は問題なかったはずだが、クズマがああなったのは、ゲーム本編同様に島キング不適格の理由が納得できなかったってだけで、それは自身を客観視できなかったクズマ自身に問題があるんだし、ポータウンはマジで何がどうなってあのざまになったんだかな。高い壁で囲まれ、ついでに近くには交番まである、さらにでかい屋敷はあるし、他の家だって庭付きでそれなりにでかい、あれどう見ても少なくとも作られた当初は富裕層向けのゲーテッドコミュニティでしょ。ちょっと前にはポケ GO で存在感示したし、アローラの時代来てるよ。マンタインサーフにめっちゃハマったな。サンムーンはやったけどあんま記憶がないし、ウルトラやってみたいけど今いくらぐらいするんだろ。だいたい3、4000円くらい。ゲームシステムだけ見たら完全版だから、無印 SM 中古相場の倍くらいしてるよ。